皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまっこです。今回はパラアリーナに、来ています。で、なんとゲストがいまして、後でから、いらっしゃるんですけど、ウィルチャーラグビーされてる、壁谷智重さんっていう選手の方がいて、その方とちょっとお話をしようと思います。あとラグビー体験もちょっとだけしようと思うので、楽しみにしていてください。自称のところから聞いていいですか？言えますか？大丈夫ですか？うん、何年前ですか？2012年だね。2012年の11月に、はい、カンボジアにいた時の事故で、首を折って、車椅子だった。何で笑ってんの？あっちのカメラマンの反応。感覚的には、あちらに首どこ損傷のやつ C6。あ、C6。うん、で、感覚、触られた感覚は？触られてる感覚は足の先まである。触覚は健常の時のまんまかな。ただ、痛みとか温度感覚はない、うん、そう、痛いと熱い冷たいは分からへんね、うん、で、動かせへんのは脇ぐらいかかな、脇から下は全く動かへんのと、はい、でも、両方握力全くなくて、うん、まあ、ちょっと指は動くけど機能的ではないかな。で、ちなみに、うん、納豆のあのタレとか開けれますか？なんて？納豆のタレ。納豆のタレ開けるよ。こう開けれますか？うん、口で最初端っこ噛んでこう掴めへんから両手でこうペッ。何その質問？ある大変なんで、はいはい、トランプできます。トランプババ抜きできますか？トランプババ抜きやる。こう広げれますよ。いや、なんかいろいろ工夫しながらでも、なんやろな、握力がないのと同じかそれ以上に汗かけへんから、うん、汗全く出えへんから、はい、要は手もサラサラ、握手して、ほんまにサラ、まあ今日も ずっと全部こうクリーム塗ったりとかすんねんけど、それでもカサカサやから、まあ、健常の人で言ったら両手にこうベビーパウダーっていうのかな、はい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 、もう死ぬほどまぶしてこう生活してるような感じやから、なんかそれもすごい、この握力がない指が動かへんに拍車をかけてできへんことが増えてると思う、うん、できへんがやりにくいことが増えてると思う。へえ、うん、今一人暮らし。今一人暮らし。普通にもう料理とかやってますか？料理めっちゃする。多分自称、自称してないけど日本で一番料理してる系統やと思う。多分へえ、そう。でも掃除とかもじゃあもう全部基本的にはなんか大変な。ヘルパーさんとかいますか？おらへん。週一なんか掃除来てくれる？おらへん。へえ、じゃあ全部一人でやってる。基本的には。でもなんかやっぱりこうフェンなんやろ、どうしてもできへん、その上の棚のものとか、はいはいはい、すごいこうめちゃくちゃ手間かかることとかは、なんかチームのスタッフさんにこう入れへんみたいな、飯がてらちょっと掃除しようやみたいな時も、まあ結構甘いそうだった。でもまあ基本的には常に一人で、すごいね、生活してるかな。ラグビーをするきっかけとなったのが、リハ。そうやね、リハビリ病院の体育の時間で、はい、まあ、紹介してもらって。計算の人しかできないんですよね、公式的には。そうやね、ルール上は、まあ、計算っていうか、足しまひ、両手と両足に障害がある人しかできない。だから、まあ、まこちゃんで言うと両手は健常者と一緒やから、はい、これはできない。普通の、うん、まあ、大会には出れないけど、うん、スポーツ何かしたい、でもどうしてもラグビーがしたいから、うん、みたいな感じでやることっていうのはできるんですか？全然いいと思う。それはできるんですか？
やし、そうやね、公式戦は出れへんねんけど、はい、うん、まあ去年までずっと奈良におって、うん、やっぱ地方ってこう関東と比較するとすごい競技人口が少ない、うん、まあ、そういう時にやっぱりこう健常者が乗ってくれて一緒にプレーしてくれたりとかっていうのはめちゃくちゃ助かるし、あとはまあ年に、まあ、回数自体は少ないんだけど、健常者を対象とした、健常者が車いすラグビーの、そのライブ車に乗ってする大会とかも開かれてる、はい、今は週何日で、まあ、平均的に大会が開催されてます？週5、6、5.5 ぐらいかな。でもほぼ毎日ですね。毎日ここいる。すごい。ちょっとルールはなかなかね、口頭で、難しいので、まあでもざっくり言うと、まあ、ラグビー、健常のあのみんなが見てたラグビーワールドカップのラグビーをイメージすると、はい、えってなっちゃうと思う。なんでかって言ったら前にパス出してし、はい、コートは体育館でやるから、でしかも、4対4。ラグビーはざっくり言うとシュートがないバスケットボールなので、コートの端と端にこうトライゾーンっていうのがあって、はい、そこをボールを持った人が通過するだけで行って、で基本的にオフェンスは 90% 以上成功する競技で、1試合でだいたい50点ぐらい入るから、そのなんやろな、ミスの数が点差に現れる。全然点差がこうつかへん。でもそこでどっちかのチームがこう何かオフェンスのトラブルをするから、初めてこう点差が生まれるから、どちらかというとオフェンスを見るっていうよりかはディフェンスの成功をこう頑張るみたいな。そこのその何やろ、見どころが分かるとちょっとこう面白いかな。でも4人ってすごい狭きもんというか、代表ベンチには12人、うん、でもその中でもレベルがあるというか、点数レベルがそうや、ね、あるから12枠があるわけじゃないってことですよね、うん、まあ、障害者スポーツの特徴としてその持ち点制、クラス分けっていうのがまあどの競技も基本的にはあるんだけど、車椅子ラグビーの場合はコート上の4人の、選手の持ち点の和が8点以内っていうルールがあって、うん、つまりこう4人で8をこう作る、はい、これはまあ2点選手やねんけど、あとはまあ3点すごくこう残存機能が高い選手を3点3点って2枚並べて、ほな残りは2点、あ、2点分余ってるから3、3、1、1、3、3、1、5、0、5、うん、そういう8点の組み合わせでメンバーが決まる。日本って世界的に見るとどのくらいのレベルなんですか？今世界ランキングにめっちゃ強い。すごい、うん、ちなみに1位一番強いのは1位はオーストラリアで、オーストラリア、日本で、アメリカ、うん、で、まあ、イギリス、カナダがここにいてって感じかな。すごいですね、はい、インスタフォロー、今年いつからでしたっけ、2ヶ月前ぐらい、まだそのくらい、9月11日から始めた。2000人ちなみになんでインスタ始めようと思ったんですか？理由は2つあって、まあ、1つはこの、まあ、東京が決まってからこうメディアであったりとか、うん、まあ、取り上げてくださってるんですけど、実際ファンってこうなかなか増えてへんくて、その、まあ、なかなかこうスポーツ入り口でファン、野球が好きで見に来てんのか、坂本勇人が好きで見に来てんのか、なんかこの人が好きでだったら多分ほとんどの人は選手選考やの、あ、この人なんか気になる、大谷翔平君気になる、エンジェルスを本気で応援してる人って多分あんま少なくて、まあ、野球っていう、まあ、メジャースポーツなら、まあ、その野球が好きでっていうのもありえると思うけど、僕らがやってるのって
まあ、マイナー中のマイナー競技で、うん、だからこそなんか車椅子ラグビーももちろん押さなあかんけど、そのまあ一人の選手として、まあ、僕のファンになっていただいた人が、あ、僕は車椅子ラグビーやってんねん、僕がやっている車椅子ラグビーを応援しようみたいな形にしたらちょっとなんか面白いんじゃないのかなって思ったのが一つ、うんうん、あともう一つはやっぱりこう日本の社会でなかなか車椅子乗ってる人とか街では見かけへんからこそ、ちょっとなんかスマホの中で SNS 上でそういう人たちを見かけて、うん、なんかちょっとでもこう、うん、何か変わればなっていう、うん、その2つのこう気持ちがあって始めました、まあ、今スポーツのこともあったんですけど、どうですか、もっとこれからじゃあちょっとプライベートというかっていうのも発信はありますか？そうやね、ストーリーは結構プライベートな感じでやってて、まあ投稿自体はまあ日々の写真であったりとか、まあ大会情報は一応メジャーなやつは必ず出してるんで、じゃあ皆さんぜひチェックしてください。お願いします。広めてください。じゃあその練習環境として、このパラアリーナで東京オリンピックが決まってできた場所だと思うんですけど、まあ、ここって本当にさっきちょっと見学したんですけど、めちゃくちゃいい環境だと思うんですけど、今後もこう練習環境としてやっぱりこういうところがあっていい環境で練習できるという感じですか？そうですね、これまあ東京パラリンピックのためにこうパラ専用体感とか数年前にできて、すごくいい環境で、まあ、あの練習させてもらってるんですけど、実はまあこの体育館はもう来年取り壊される。うん、なるほど。それはオリンピック終わったら壊されるってことですか？そうですね、さら地になる。じゃあ本当にじゃあオリンピックのためだけに作った建物？そうですね。じゃあちなみにここが壊されたら練習場所っていうのは、どこで練習しましょうか？うん、やっぱりその車椅子ラグビーの競技性としてすごいやっぱりこう転倒したりするから、はい、こう傷がつきやすいイメージがある。ああ、体育館の床に。そう、でも実際はなんかこういろんな研究っていうかこう調べて、はい、この体育館もう丸2年ぐらい、うん、こうほぼ毎日こう車椅子ラグビー選手がすごくハードな練習してるけど、さっき見てまだもう綺麗に床も、うん、まあ、メンテナンスもしてくださってるんですけど、まあ、そうやってこうメンテナンスちゃんとすれば、なんていうかな、車椅子ラグビーやからこう激しくぶつかるから傷がつくとかっていうのは僕個人としてはそこまで影響ないのかなって思ってるけど、やっぱりこうイメージ選考でちょっと使えないですねっていうところがほとんどだから、練習環境が苦しいのが原因。でも本当に結構やっぱり、まあ、ラグビーだけじゃなくてもいろんなパラスポーツの練習場所が本当にないっていうのがやっぱ、まあ、こういう発信するようになってとか聞いたりするので、なんかそういうところも、まあ、こういう発信とかしてちょっと変えていきたいなって個人的にはちょっと思ってる。いや僕も、はい、同じ気持ちですね。まあ、もっと言ったらこれを管理しているパラリンピックサポートセンターっていうのも予算は東京までだし、あとまあパラスポーツこう発掘事業みたいな、そのまだスポーツに出会ってない人たちにこうあなたの適性のスポーツ競技のこんなんがありますよみたいなのも多分どんどん予算が減っていってるから、本当に東京までっていうのがかなり課題ではあるかなって。まあ、いろんな、まあ、ラグビーだけじゃなく、まあ、いろんなか、まあ、それこそバリアフリーの問題も出てきちゃいますけど、本当は東京までって感じなんですね、オリンピックまでみたいな。まあもちろん良くなってきてる部分もたくさんあるし、全てが全てじゃないとは思うけど、なんかこうぐっとこう疑問に思うことも多いのは事実ですね。Oh, my God.